登る靴店スーパージーセットフォーアウトドアアドベンチャー。イエイ、はい、懐かしいですね、ずっと聞き惚れちゃって ね, ね大好き。 サージェントペッパーズのアンサーソングみたいな曲、はい、そうですね。そうなんですか、はい、うーん、ご存知です、うん、よくご存知です、さっき登るさんから聞きました、はい、いや私はちょっと調べましたそうなんですね、はい、うん、うん、シーザーレインボー、ミック・ジャガー、うん、ローリングストーンですね、はい、ね、いい曲です、うん、いい曲ですね、はい、あのアップルの、ね、コマーシャルなどに使われてるような、うん、そうですね、うん、はい、はい、今日の湘南、うん、セット膝弱オンショア、うん、スモールウェーブです。あ、天気はいいけどちょっと乗る気になれないっていう、そうですね、うん、週末はねサイズアップ予定なんですよ。あ、そうなんですか、まあ、うん、でも風が合わないでしょうっていう、オンショアって言って海風なんでぐちゃぐちゃ気味かな。なかなかそういういい状況ってのは少ないですね。難しいですよね。難しいですね。位置関係でその気圧の配置、うんうんうん、そこに吹き込むこう低気圧があったら、うんうん、低気圧に風が吹き込んじゃうから、うんうん、それが陸側に上がっちゃえば海からの風になっちゃうし、うんうん、海側に入ってれば陸からの風になるから面が綺麗だったり、あ、なるほどね、そういうところがね、難しいですね。難しいですね。はい、そうなんですよ。うん、そう、まあ、サップの話とかになるんですけどね、うん、例えば、ね、今言ったその週末、うんうん、サイズアップで、うん、まあ、サップサーフィンいいですねなんて言ってるけども、うんうんうん、逆に、うん、サップレースをやってる人なんかは、うん、海のコンディションが悪いから、うん、要するに波ない方が結構楽しめたりする、いいんですね、風、まあ波風ですよね。だそれは結構こう、うん、修行チックなレースになってくるんで、あ、そうかそうか、うん、それを良しとするのか、うんうんうん、っていう風に言う人もいるし、楽しみ方様々、そう、まあ、清水が得意な人とそのジャンクが得意な人とかっていう域になってくるんで、あ、まあ、いろいろこう、ね、その、うん、遊び方によっちゃ変わりますねっていうところなんですよ。で、なんと、うんとね、はい、サーフィンの絡みの話なんですけど、うん、2020年東京オリンピック追加種目って、昨日ねテレビでも取り上げてたんですけどね、いや見ましたよ僕も。あ、ご覧になりました、そう、追加種目の検討に入ってて、うん、で、野球、ソフトボールっていうのが一括りかな、うん、で、うん、空手、で、ボーリング、ボーリングね、うん、ローラースポーツ、うんうん、ローラースポーツ、それから、スポーツクライミング、うん、スカッシュ、スカッシュね、サーフィン、武術、うん、こう、まあ、8つの、こう、国際競技連盟が、うんうんうん、通過していますよ、うんうん、で、今日、朝起きてちょっとフェイスブックチェックしてたら、まあ辻堂の五十嵐さんがフェイスブック上げてて、ヤフーニュースでね、東京五輪が、今言ったその追加採用してほしい競技のアンケートしてますよ、アンケートで、でそのどこをこう押してるかっていう流れがあって、そこにクリックするとそのポイントが、プラスされてる。そうそうそう。で、僕、さっき見たときには、まあ、一等賞のくくりは野球、ソフトボールで、まあ、この辺はぶっちぎりなんですけど、ね、まあ、王貞治監督がいるぐらいで、まあ、その流れありきで、その野球はまあね、一般大衆、すごいなって入ってると。で、なんと、1800かな、さっきチェックしたら1800ぐらいで、サーフィン2位にいきなり入ってそうですか、うん、可能性ある、そうそうそう、で、まあ、その後ボーリングが追い込んできてるんですけど、ボーリングもですか、ボーリング来てるんですよ、でもこれで、はい、あんまり言わないかもしれないけど、機械を使ってるっていうところがあるような、まあ、ちょっと微妙なんですけどね、でもね、まあ、人口が多いんだろうね、そうでしょうね、誰でもやってるみたいのもあるし、で、そのうん、サーフィンについても、サーフィン自体 の, そのやってる人っていうのはもう世界各国にすっごい数がいて、どこの国でもある、オリンピックに入ってないこと自体がまあちょっと不思議なのかもしれない。ただ波で遊ぶ競技だから、うんうん、だから、そう、その時波がなきゃできないし、うん、
その辺はねちょっと難しいんじゃないのっていう。人工波ってわけにもいかないし、そうどこでやるのっつったら、まあね、千葉行けば波あるけど、うん、あとなんだっけな、新島とかね、あ新島、うん、新島なんかは結構常に安定した波だ、そうそう大きい大会とかやってるんだけど、まあ、でもサーフィンの場合はコンパクトっつっても、ね、そこだけじゃできないね。ただその関係者が、うん、その何人泊まれんのとか、あそうか、そうそう、宿泊施設が新島何千人、千人とか、ちょっと定かじゃないんですけど、そういうのも多分、まあ、この先いろんなことやっていかないとっていう、あとはまあ人口のウェイブプール、あの昔、川崎にあったんですよ。今どこだっけな、あどっかにもあるんだ、まだ宮崎かな、どっかにあるんですね。そのウェーブプールつって、マシンでガッシャーンってやるとウェーブが出てくるんですよ。出てくる、うん、でそこで、まあ、平等って平等だね。そうそう、サーフィンできるから、うん、均等にねそこで、うん、あのアクションできますよっていう、うん、まあ、そういうのもこう一理あるのかもしれない、うんうん、ね、悪くはないのかもしれない、うん、まあ、でもジャンプ、スキーのジャンプなんかでもその飛ぶ時によって状況は変わるから、うん、そうそうね、風吹いたりとかね、うん、まあ、そういうのもありますよね、はい、やっぱ自然相手が絡んでくると、うん、いろんなこう条件が、ね、はい、でも可能性ありますね、な面白いんじゃないかな、うん、ただ、まあ、海が混むから別になのやだよっていうサーファーもいるわけですよ、うん、波の取り合い嫌いとかっていう人多いんで、そうするとそんなのやってまたわけわかんない人が増えちゃうと、ね、そういうそんなのいらないよって言ってる人もいるけども、まあ、あの業界的に見ればやっぱりそういうことをやって盛り上がって、あの、うん、ちゃんと認知してもらうとこういろんなトラブルも少なくなるかなっていうふうに思うんですけどね、はい、まあ、うまくしたらそういう風にこう追加種目に、うんうん、なったらいいですねな感じです、うん、なるほど、2020年ですね、はい、東京オリンピック、はい、なると面白いかも ね、 ですよね、うん、まあ、微妙ですけどね、うん、はい、はい、でまあ、今言ったサーフィンの絡みありきで、うん、ちょっとね、SUP の大会がいくつかあるんで、うん、チャラチャラっとこう、はい、紹介させてもらいます、うん、はい、チャラチャラって言い方ってダメです、はい、ちゃさらっとね、さらっといきますっていう、はい、チャラチャラって、チャラチャラって、6.28 第1回山中湖サッパーマラソン、山中湖ですね、うん、山中一周だって結構距離ありますね、11キロ、うん、でまあ、それ11キロ出れない人もいるんで、うん、3キロっていうのも、なるほど、うん、2つやってるみたいですね、うんうんうん、はい、で次がね、うん、7.4、レイクモトスパドルチャレンジっていう、うん、まあ、これもモトスコですね、富士五湖が多いですね、モトスコのチャレンジ、これも、コースレースっつって、うんうん、向こうの部位回って、うんうん、タイムレースですか、そうです、タイムレースですね、うん、でこれはね6キロと3キロって書いてありましたね、やっぱり湖のやっぱり静かなところの方がそれ適してるのかね、そうですね、だから、まあ、それは何て言うんですか、いいタイムは出るでしょうけど、うん、でもその技術とかっていう部分になったら、そこに強い人もいれば弱い人もいる、うん、あ確かに ね、 ね、だからそこは微妙です、微妙だね、うん、はい、7.5 マーボーロイヤル KJ カップ、うん、これはね、はい、レースと、ウェーブと2種目やってます、うん、まあ、この辺をチェックしてくださいっていう感じです、はい、これはどこでやるんですか、これはね辻堂ですね、辻堂、はい、もう15秒になりました、いいですか、はい、締めます、はい、はい、それでは、うん、ね、来週は進次郎さんがゲストです、はい、ジェミニお楽しみにです、はい、はい、それではまた来週、ありがとう、バイバイでした、ほんとギリギリまで失礼しました。